久保瀬行明の書、日日瀬公実は前後の一つ。もともとは、東末の前奏雲門文,文言の言葉とされ、雲門公録巻中を出典とするが、一般には、壁元録、第六足に収められている公案として知られる。日々瀬公実、雲門日日瀬公実、雲門日日瀬公実、雲門公実、雲門十五日と表記されることもある。 日本語の前語としては、日日これ孔日と読むのが正しいとされるが、日日これ孔日とする例もある。日常的な表現としては、日々これ孔日とも読み、その読みで作品名などになっている例もあるが、同様に、日々これ孔日、日々これ良き日とする例もある。壁元録、第六足の記述は以下の通りである。大位、雲門文言は、かつて、 ここまでの15日間のことはお前に問わないが、これからの15日間をどうするか一言で言ってみよと問い、それに自ら答えて、毎日が良い日だと述べたというが、これはどういうことか。日々ゼ効実は表面上の文字通りには、毎日毎日が素晴らしいという意味である。そこから、毎日が良い日となるよう努めるべきだと述べているとする、解釈や、さらに進んで、 そもそも日々について、よし悪しを考え一喜一憂することが誤りであり、常に今この時が大切なのだ、あるいは、あるがままをよしとして、受け入れるのだ、と述べているなどとする解釈がなされている。ありがとうございます。